ここんんんにちは、こんばんは、ば、まあ、さんですえっと今日別の動画で「エールの」の、えー、初放送ということで感想の方を述べさせていただきました。でですねあのその中であのお亡くなりになりました島し楽ンさんが、えー、特別出演するということで。 少しお話をしましたけれどもちょっと情報が入ってきまして、えー、もうあの志村けんさんは何かとかエールのために撮影に来られていたようで、えー、そのためにあの志村けんさんが演じたシーンはそのまま流すという NHK からの情報が入ってきました。 えっとその放送日時なんですけれども、えっと、5, 月追加あ5月1日の金曜日から初,初出演となるようです。役どころは、えー、エールの主人公と同じく作曲家の役どころでありまして山田耕作さんという方の えー、役を志村けんさんが演じられるというところです。山田耕作さんは「赤とんぼ」や「ペツチカ」など同様の作曲を手がけられていたということです。えー、とあの前に上げた動画でもあの志村けんさんの,あのご冥福をお祈りしますということをお伝えしたんですけれども。 まあ今回はえー、っと志村健さんが最後に、えー、出られた作品ということでぜひ5月1日からの、えー、出,出演を、えー、見たいなというふうに思っております、えー。そしてまあ志村健さんの亡くなったことを、えー、無駄にしないためにも今はあのー。 国や自治体で言われているような移動を制限するということを皆各自で、えー、励行してもらって、コロナウイルスの収束するようにあの頑張っていきたいと、私自身も思っております。はい 最後までどうもご視聴ありがとうございました。ま、北さんでした。